そうですね、まあ、流れが悪くて、まあ、追いかけてる立場だったんで、まあ、同点になってよかったと思います。そして今日のゲームかなり展開が入れ替わりました。難しい展開だったと思うんですが、そのあたり90分間いかがでしたか。まあ、少しちょっと失点が多いっていうのがやっぱり、課題だと思いますし、まあ、少ないチャンスで、2点も取られてしまったので、まあ、そこは修正していかないといけないというふうに思います、ね、ただ今日のゲームはこれまで控えの時間が多かった選手、それから新戦力の選手の活躍もあったと思います。試合後のロッカールームかなり盛り上がったんじゃないでしょうか。いや、そんなに盛り上がることはなかった、まあ、連戦ですし、また次、アウェーで試合がありますし、まあ、今日は喜べる内容ではなかったんで、まあ、勝ちは勝ちましたけど、しっかりもっと自分たちのサッカーできるようにやっていきたいと思います。これからの松本山がもっともっと期待できそうですか。そうですね、もう今日はいい形で攻撃してましたし、いい形でゴールもできたんで、まあ、もっともっとゴールを取って順位を上に行きたいと思います。今日は見事な勝利でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。